第14回世界陸上競技選手権大会女子マラソンは8月10日に行われた。ルジニキスタジアムをスタートした後モスクワ川沿いのコースへ出て一度折り返した後クレムリン周辺まで片道5キロを3度往復しスタジアムのゴールへ戻るコースが設定された。ケニアのエドナ・キプラガトが2時間25分44秒の記録で第13回大会に続いて 世界選手権に連覇を飾った。この大会の女子マラソンは大会最初の決勝種目として実施され、気温摂取30度の条件下で午後2時に始まった。レースは全チェックポイントを先頭で通過したイタリアの37歳バレリアストラーネオによって支配された。エドナ・キプラガトは10キロ地点で先頭集団から30秒近く遅れていた。キプラガトは十四キロ地点で 戦闘集団に追いつき、カ・ワゴイ・キプケテル・メルカム、タデッセ・フクシと戦闘集団を形成した。戦闘集団から最初に、カが脱落、続いて、タデッセ・キプケテル・ワゴイが脱落した。25キロ地点で、戦闘集団から15秒差の5位で、キザキが追走していた。30キロ手前で、戦闘集団からフクシが離れた。戦闘集団は、 ストラーネをキプラガト、メルカムに絞られたが、メルカムは33キロ地点で遅れ、その後福祉に逆転された後に棄権した。40キロ地点でキプラガトがスパートして、ストラーネオを離し、決着をつけた。世界選手権、女子マラソンにおける2連覇は初めて、14秒差の2位にストラーネオが続き、2分零1秒差の3位に福祉が入った。折り返し地点付近は、 モスクワ側とクレムリンの城壁に沿ったコースとなったレコーズリスマラソン IAAF2013 年8月11日閲覧ありがとうございます。